ハワード・ブルース・スーターアメリカ、合衆国ペンシルベニア州ランカスター出身の元プロ野球選手。右投右打ち。現役時代はローリー・フィンガーズ、ダン・クイゼンベリーと共に MLB におけるクローザーの草分け的存在として活躍、通算300セーブを挙げた。2006年、アメリカ野球殿堂入りを果たした。スプリットフィンガーファストボールを世に最初に広めたとされる。メディアによっては名字をスッターと記すことがある。スーターは1953年1月8日にペンシルベニア州ランカスターにて農業団体の支部長を務めるハワード・スーターの逸男として生まれる。1970年、ランカスター近郊のマウントジョイにあるドネガル高校を卒業し、ワシントンセネターズからドラフト21巡目、指名されるも拒否し、オールドドミニオン大学に入学。1年後シカゴカブスと契約した。1976年5月にカブスに昇格し、メジャーデビュー。当時まだ一般的でなかったスプリットフィンガーファストボールを駆使し、抑えとして活躍。1979年自身初のセーブ王に輝き、サイ・ヤング賞を受賞。1980年オフにセントルイスカージナルスへトレードされ、1982年ワールドシリーズ第7戦を締めくくり、カージナルス15年ぶりの世界一に貢献した。1984年にはフリーエージェントを行使して、当時のレートで4年契約24億円という、当時としては破格の契約でアトランタブレーブスへ移籍したが、SFF のリスクとも言える肩の故障を招いて、以後、成績は下降。1988年に35歳で引退した。スーターのカージナルス在籍時の背番号42。セントルイスカージナルスの永久欠番に2006年指定。2008年に MLB オールスターゲームのパレードのスーター2006年に資格取得後13年目でようやくアメリカ野球殿堂入りを果たした。リリーフ投手としては4人目。先発経験のない投手としては、史上初の殿堂入りで、通算5回のセーブ王獲得は、ナショナルリーグ最多であり、当時のファイアマンは9回のみの登板が、主流のクローザーとは異なり、8回から登板することも珍しくなく、長いイニングを投げ抜いた。スーターも100イニング以上登板は5回記録しており、この時代を代表する抑え投手だった。殿堂入りを記念し、スーターのカージナルス在籍時の背番号42が同2006年に永久欠番に指定されるが、すでにジャッキー・ロビンソンの永久欠番となっており、すでに永久欠番である背番号の追加指定は、モントリオール・エクスポズのラスティ・スタウブとアンドレ・ドーソンの例以来2組目となった。ありがとうございます。